ジェイウェイイネメイシンワールド。京セラテクノロジーカード。それでは、早速お呼びしましょう。林かなめさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ラボットも来てくださってるみたいなんですけど。はい、ラボット。ラボットさん。<場>わー <laughs> かわいい。こんにちは。ラボットでーす。<laughs> <laughs> これはでも聞いてくださる方はちょっと、ご想像になっちゃうんですけど。うん、あ、でもね、マイク拾ってるわ。喋ってすごい喋ってる。可愛い, <laughs> い,いですね。あの林さんちなみにお名前伺ってもいいですか。このラボットの、うん、たこ焼きって言います、ね。たこ焼き。<laughs> 早川さんの好みの食べ物がたこ焼きだってりした、ね。<laughs> はい、えー、まあ、嬉しいです。ありがとうございます。しかもちゃんとブルーのカラーで。 メガネもちょっと川田さんっぽい。本当だ。メガネかけてるね。これもつけてできる。そうですね。あのブルーは早川さんのお好きな色。メガネは川田さん使用。ありがたいね。ああ、嬉しいですね。ありがたいな。よくぞ来たたこ焼き。ということで今日はたこ焼きも一緒に授業お届けしましょう。はい、お願いします。テーマはなぜロボット開発に携わるようになったのかです。 林さんはこのラボットにかかる前もいろんなねお仕事を歴任されてましてどんなねお仕事をしてたんでしょうかってとこから聞かせてくださいはい私は一番最初キャリアのスタートは自動車会社でした、はい、でその後で、えー、途中でフォーミュラワンというレーシングカーの開発などにも携わってでそれからペッパーという人型ロボットの開発などにも携わることになり、うん、今になりますね。うん かちょうど、ね、ペッパーが、ね、あのソフトバンクさんの扱いがなくなってくるみたいな話もちょうど、ね、うある中でございますけども、はい、ペッパーに関して何かあります思い出とか。 やはり私は自動車会社の人間だったので、うん、ロボットを開発するというのは本当に新しいことだったんですよね、うん、何もわからなかった。うん、でただそれがいい面もあったと思うんですよね、はい、昔からロボットが好きな人っていうのはやっぱりそのなんか美学みたいなのがあるのに対して、はい、私はロボットに対して何の美学も持っていない。うんうん ゼロから何をしたら人に喜んでもらえるのかっていうのを考えるチャンスをいただいたってのは本当にいい機会だったなと思いますだってその経験がてなかったらねラボットも行ってないですもんねいやなかったですね、うん、だからすごい貴重なね、あのいろんな種になったと思いますけども、はい、そこに至るちょっと直前というかグルーヴ X というものを創業した理由というのも教えてもらえますか グルーブ X を創業するときにちょうど AI のブームとか起きてたわけですね。うん、で AI のブームってエンジニア側からするとすごく興奮する出来事だったんですけれども、はいはい、一般の方からすると仕事がなくなっちゃうんじゃないかとか、はい、そういう不安が巻き起こっていて、はい、なんかテクノロジーが進歩したら人が幸せになるはずなのに。うん 実は幸せに感じてなないい人たち多いよねとなんで文明が進歩すると人が幸せになるとは限らないんだろうっていうのを考えてた時に親、はい、と最近のテクノロジーそのディープラーニングと呼ばれるような AI だったりそれから自動運転に使われてるような技術だったりそういったものを組み合わせると実は犬や猫のようなロボットが作れるんじゃないかと。はいで 人を幸せにすることができるんじゃないかというので、ラボットを考えたというところですね。もう、ほんライバル視してましたもんね。当時、もう人間のいろんな仕事がね、取って変わっちゃうんじゃないかみたいな。はい、使い方がね、まだその時一辺倒で、人となんか囲碁差し合ったりとか、対決姿勢のね。そうじゃない、なんかテクノロジーというものを、林さんは多分先んじて探ったんでしょうね。 自動車会社にいた時にも思ったんですけれども、うんはい、昔の壊れる自動車がなぜか愛されたりしてるわけですよね。<ー>で壊れなくなった昔からすると夢のような車なのに存在を忘れられているケースもあるなと。でこれって何なんだろうなと思ったんですよね。はい、生産性をを上げるるととかか効率化をするとか、はい そちら一辺倒だとどうしても幸せせとは無関係にテクノロジーを進歩させてしまうここに問題があるんじゃないかなというのでラボットは人の代わりにお仕事をするということが全然ないロボットをすごい金額のお金かけて作ってみたってところですね。 いやこれはねとてもすごいことなんですよでだってこのプレゼンをして資金調達したわけですもんね,そうですねよく通りましたね <laughs> いやでもほとんどはやっぱり通らないですね、うん、<ー>ごく一部の投資家の方々はやっぱりネクストビッグシングスはエモーションだって思われてたんですね、うん、でエモーションテックという切り口で投資先を探されていた方が、はい、ラボ 本に目をつけていただいて本当に一部の理解ある方に支えていただいてるっていう格好ですね先見の目の方々ですねいやそうですねこの感受性とね、テクノロジーに対する理解が同居されている方ってやっぱりあんまりいないから、はい、林さんだからねラボット作れたんだなっていう感じしますけどねありがとうございますというね、まずは起点の部分ですねこのラボットにつながる起点の部分を林さんに伺いました、はいはい、ラボットどうですか いや、そうですね。本当にラボット可愛くて、本当雑誌とかに出てたら絶対欲しくなると思うんですけど。なっちゃうね。あ、そうだ。雑誌といえば、あのアップトゥーボーイブロリーが現在発売中でして、あのありがたいことに2つとも表紙をさせていただいています。多分雑誌に載ってるあの早川セラちゃんって子はラボットより可愛いかもしれないので、あのよかったら。 こうどっちが可愛いか、見ていただけたら嬉しいなと思うので、うん、ぜひラボットと比べてください。<laughs> 急に体験するの、ここで。はい、<laughs> 今の有効的な感じだったけど。はい。はい、はい。じゃあね、その雑誌を見ていただきつつ。<laughs> はい、ありがとうございました。ありがとうございました。